シナウスイロイルカは、クジラモカハクジラモクマイルカかウスイロイルカ族に分類されるイルカである。ウスイロイルカと合わせて一つの種スーザチャネンススとして、シナウスイロイルカをその亜種、スーザチャネンススチャネンススとする場合もある。シナウスイロイルカの生息域生息域は、東シナ海、インドネシア、ニューギニア島から、オーストラリア北部にかけての浅い海域である。デール。 W ライスは、スマトラ島を境界とし、スマトラ島及び、それより東に生息するものを、シナウスイロイルカスマトラ島より西側に生息するものを、ウスイロイルカと分類したが、交雑は不可避であろうと考えられている。そのため、シナウスイロイルカと、ウスイロイルカを合わせて一つの種と考える分類法もある。シナウスイロイルカは、ウスイロイルカに似ている。 生息域によりその形態は異なり、また成長とともに変化する。薄色いイルカに比べると背びれが大きく、背中の隆気が小さい。興奮は細長い。生体の体長は2メートルから2.8メートル、体重は150キログラムから200キログラムである。生まれた直後の体長は1メートル程度である。生まれた直後の体色は、 全身が黒あるいは濃い灰色であるが、成長するに従って、名前の通り薄い色に変化し、生体では、全身ピンクあるいは、ピンクと白色あるいは明るい灰色のブチ模様になる。寿命は、約40年である。香港において、およそ33歳であることが分かっている。死な薄い色イルカが生息していた。死亡した個体については、 葉の断面図の観察によっておよその年齢を調べることが可能であることが分かっている。シナウスイロイルカの生態は通常は20秒から30秒に一度の割合で呼吸を行う。深く潜水する場合には2分から8分程度の潜水を行うが平均的には4分以上の潜水を行うことは稀である。未成熟の個体の場合には呼吸の速度は 生体の倍ほどであり、潜水も3分程度が限界である。集団で行動する、社交的なイルカであり、通常は3、4頭ほどの小さな群をなして行動する。メスは約10歳、オスは約13歳で性的に成熟する。通常、夏の終わりから秋にかけて、交病を行い、妊娠期間は約11ヶ月である。 子育ては子イルカが自分で餌を取ることが可能になるまで続けられる。成熟したメスは約3年に一度のペースで出産する。香港では本種を中華八海豚と呼び、マスコットとして使う例があるほか、野生の品薄いロイルカを船から観察するドルフィンウォッチングが商業的に行われている。主な海域はランタオ島北部や南東部、サクコ群島沖。 ツボス沖などである。ドルフィンウォッチングにより、香港の一般の人々が品薄色イルカへの関心を持つ機会を増やしたり、利益の一部をフレンズ・オブ・ザ・アースへ寄付する業者も存在するため、香港の沿岸環境保護につながるという意見がある。一方、ドルフィンウォッチングは、品薄色イルカに過剰なストレスを与え、持続的な生存を脅かすものであるという批判もある。香港近海は、 シナウスイロイルカにとっては危険な生息域になってきている。主な原因は密漁、埋め立ての増加、海上交通の発達などである。シナウスイロイルカはほぼ一定の海域を生息域とし、その生息域から離れることはほとんどないため、工業排水、農業排水、生活排水による香港近海の汚染の影響が深刻になってきている。エデルタでは 毎日19万立方メートルの汚水が全く処理されることなく、そのまま海へ排出されている。未処理の汚水や化学物質は、海全体の環境を悪化させ、シナウスイロイルカの生息環境も悪化させている。シナウスイロイルカの死骸からは水銀などの重金属、p c b や DDT などの塩化有機物、トリブチルスズ、 合成保存量などが検出されており、食物連鎖の中に、これらの有害な物質がすでに組み込まれていることが明らかになっている。香港国際空港の建設によって、品薄色イルカの生息海域が9.5平方キロメートル減少した。同空港には、第三滑走路の建設計画があり、さらに影響を与えることが危惧されている。他にも、北大小山航路、 トンモンと青山火力発電所をつなぐ香港、内川馬島、香港ディズニーランドといった開発に伴う大規模な埋め立てが実施あるいは予定されており、品薄色イルカの生息域に壊滅的な打撃を与える恐れがある。さらに作港群島においては、LNG ターミナルの建設の動きもあり、潜在的な脅威となっている。タオ島北部の海域における魚の乱獲や、 多数の船舶の航行も品薄色イルカへの脅威となり得る。香港政府による商業的な漁業に対する規制はほとんどないため、魚の乱獲は、本格による品薄色イルカの被害を増大させる可能性がある。1日あたり平均70艘の船舶が香港海峡を通過する。多数の船舶が発生するエンジンの雑音は、 品薄色イルカが行う反響定位の妨げとなって悪影響を与える恐れもある。ありがとうございます。